湾内の氷を溶かされ足場を失った白ひげ海賊団。分厚く高い包囲壁によって島内に逃げ込むこともできないという絶体絶命の状況にあった。しかし白ひげは前もって先行させていたコーティング船を浮上させクルーを救助。船をオーズジュニアに引き上げさせ包囲壁の内側に侵入した。撃ち滅ぼせ海軍本部。勢いに乗る白ひげ。しかしその前に一人の男が立ちふさがった。アイスボール。あらら、ダメか。振動は来らねえな。どうも。青生地との戦いか。レディーファイト、カモン。前回ボコボコにしたからね、余裕でいけるよ。赤いのキザルの3体の中だと青生地が一番倒しやすいかな。えい、イエス、アウチ。何、パルチザン飛ばしてくんじゃねえ、氷を。危ないやつだ。の危ない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 。のパルチザンやなくて、パルチザンって言ってんの、なんて言ってんのこれ。のええー、結構なダメージ食らってるぞ。飛ばし技が強すぎるだろう。遠くから撃つだけで勝てるゲームでもあるからね、これ。だからキザルとか強いんだよね。の次は勝つ。レディーファイト。カモ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 。とりあえず一方的に押していくことだ。とはもう距離を縮めることね。離しちゃダメだこいつらは。赤犬にしろ、キザルにしろ、青キジにしろ、絶対離しちゃダメ。はいはい、早く近づいて。カモ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 。レッツゴーレッツゴーレッツゴー。立ち上がったとこ狙う。もうちょっとハメだけどね、俺がされたらブチ切れる。間違いなくね。でもしてくるからね、CP も。普通に。の。イエス。あとちょっと、ただここからの逆転があるのがこのゲームだ。えい。終わったかな？イエス。決着ドカーン。ジョーカーに飛んでけばかたれい。親父先。ああ、ダイヤモンドジョゼ。はい、これで終わりになりますね。まあでも、一回失敗しましたが、二回目で行ったんでよしでしょう。イエス。おお、めっちゃ経験値もらえたね。なんでじゃろう。次のメインチャプター解禁ときました。オッケー、じゃあ次回の実況はこちらをプレイしていくよ。うわ！これ赤犬との戦いだ。生き残れ出たね。嫌な感じ。これがむずいぞ。あ、でも生き残れだったら簡単だね。いや、簡単でもないか。白ひげ図体でかいからな。で、移動スピードも遅いからね、この生き残る系のミッションはむずいよ。そして赤犬相手だからね、かなり難しいチャプターになるんじゃないでしょうか。しかし必ずクリアしてみせる。次回の実況もお楽しみに。グッバイ。また会おうぜ、ベイベイ。